ほら、皆さんどうですか、この焼け具合。ということでですね、今回はですね、思考シリーズをね、今回やろうと思ってるんですけども、企業さんの案件をやってたんですよ。その企業さんの案件があまりにも美味しいものができてしまって、ものすごい飲んでしまったので、ものすごいは飲んでないな、まあ、そこそこ飲んでしまったので結構いい気分なんですけども、いい気分な時にいいチキンが食べたい、鶏を使って至高の照り焼きチキン、今僕の持てる全ての力を使って作っていきたいな。これね、まあ、僕はあのお酒入ってますけど、至高シリーズお酒入ってるとできないとかたまに言うんですけども、今回はね、至高の照り焼きチキンなのに簡単なんでしょ。なのでこちらやっていきなさいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、はい、皆さん見てますか。まずね、鶏もも肉、これね 300g から 320g ぐらいの、鶏もも肉があるんですけども、こいつをですね、まな板にね、ペタンとね、1枚肉で今回焼いていくんですけども、この1枚肉をやるときに一番重要なことっていうのが何かっていうと、ほらこれ見てください、あの鶏もも肉って厚さが均等じゃないんですよ。均等にするのが一番大事なんですね、これね。そうしないと火の入りがこっちとこっち違うっていう風に、だから生焼けの原因になるんですね。なので、これを平たくしたい、平たくしていきたいんですが、もうサントリーウイスキーの青ですね、青ね、青を入れていきます。はい、そしてここに、情熱を注いでいきますね。はい、そして飲んでいきます。はい、ラップしていきます。平たくすんのに何が必要かって言ったら、やっぱこれですね、サントリーウイスキーの青ですね。はい、平たくしていきます。いやー、やっぱ青は違うね。肉平たくすんの青だよね。ほらほら見て、めっちゃ平たくなってるでしょ。皆さんはご家庭にある瓶物なんでも大丈夫です。肉たたきとかでもいいですからね。皆さんめっちゃペタンゴになったじゃん。なんで平たくするかっていうと、火の通りが均一になるから。だから非常にね、薄くやったことによって柔らかい照り焼きチキンになるんですね。これね、ぜひやってください。これあの下処理です。台湾風唐揚げの時もやったんですけども、なかなか平べったくなんねえよっていう方結構いらっしゃったんですけど、なんでかというとね、キッチンのシンクとかでやると、キッチンのシンクって中が空洞なので力が伝わんないんですよ。だからテーブルの上とかにまな板置いてやったらすごいうまくいきます。お肉の部分だけ平たくできたらもうこれは大丈夫でございます。塩コショウをしていきます。はい、片面に塩を振って、まあ一つまみぐらいかな。で、コショウ、まあ、これはね、照り焼きなんでね、粉コショウでいいですね。あのブラックペッパーしかない場合はブラックペッパーでも全然いいです。で、パタンと、ほらこんなに平べったくなるんですね。一つまみしていきます。はーい、コショウですね。はい、コショウも、コショウもなくね、これ大丈夫。まあ塩コショウを、まあ、適量振ります。はい、そしたらですね、ここポイントなんですけども、片栗粉ね、小さじ2、まあ、片面小さじ1ずつあのこうやってまぶします。はい、これをすることによりチキンの水分が保たれ、プラスですね、この、後で入れる照り焼きソースにですね、あの照りがつくんですね。これ非常に重要なので、皆さんやってください。片面ずつね、はい、こんな感じで落としていただいて、こんな感じでまぶしてください。はい、両面片栗粉をまぶしていきます。砂糖がね、小さじ1と半分、醤油、酒、みりんが大さじ1半ですね。お酒、はい、お酒が大さじ1半、みりんですね、ちょっと今日はあの家にあった本みりんを使いますけども、1半ですね。はい、お醤油です。これもね、大さじ1半ですね。なるほどです。はい、これ金づいてください。はい、よくね、砂糖が溶けきるまで混ぜてくださいね。はい、そうしましたらコンロを用意して、フライパン火にかけていきます。で、ここにですね、油、鶏の油もあるので少しです、小さじ1ぐらい、小さじ1の油を引くと鶏の油って結構出やすくなってくるんですね。ちょっと熱します。中火ぐらいでいいでしょう。皮前から焼いていきます。こういう、部屋とかで落ち着けながら焼いてください。
そうするとですね、皮がまんべんなく熱されてですね、全体がパリッパリになります。皮をパリッとさせないとね、油分が残っちゃって美味しくなくなっちゃいますんで、火はね、中火ぐらいにしております。ハイボールが今日もうまい。完成した照り焼きを想像しながら飲んでいます。これね、鶏肉がね、結構熱いとね、なかなか火が通らなかったりするんで、こう押し付けないよね。だいたいもう3、4分焼きます、皮面だけで。チー油が出るんですね、まあ、油ですね。でこれは流せばいいので、これ持ち上げていただいて、ちょっとね、こう捨てちゃってください。はい、そしたらね、油なくなります。そしたら裏返します。ほら皆さん、どうですかこの焼け具合。弱火にしていただいて、さっき作ったタレですね、回し入れていきます。じっくり火を通していきます。これはうまいぞー。で、調味液がですね、ふわっと香っていくんですね。このふわっと香っていく香りを嗅ぎながら飲んでいきます。いやー、やはははフライパンがちょっとね、ちっちゃいので、タレが煮詰まるまでちょっとかかるんですね。火力を上げてもいいかもしれない。弱火より、中火よりですね。使ってるフライパンにもよるんですよ。裏側をね、タレで煮詰めていくような、皮面にもタレの味を染み込ませたいんで、こうやってかけていく。はい、タレをね、かけていきましょう。こうやって全体に味がついていきます。この状態でまあ3、4分かな。やっぱりね、照り焼きソースをとろっとさせていきたいんでね。で、これでまあ今1、2分やったと思うんで、倍の時間今日も飲み行きます。これからチャンネル見てる人たちはあの状態から飲みに行くんだと思ってないと思うんですよ。でも基本的にほぼ 90% ぐらい飲みに行ってます。で、煮ていくとこれぐらい煮詰まっていきます。この美しい照り見てください。あ、でもごめんなさい、言い忘れました。鶏肉は常温にしといてください。その方が火が通りやすいんで。鶏肉をね、うまそう。どうこれ、切れ味のいい包丁で食べやすく切っていきます。鶏の照り焼きってね、まあ、いろんな作り方があるんだけど、僕が一番うまいなと思うのはこの鶏の照り焼きですね。これですよ。どうですか、叩いたことによって全体が均一に厚さになってますね。こんな感じです。持っていきます。おお、いいじゃないですか。いい感じに詰まってる。このトロトロのね、うまみの、鶏のうまみを吸い取ったですね、この照り焼きだれ。で、ということで、こちらで至高の照り焼きチキン、完成です。はい、それではですね、早速できましたので、やっていきたいと思います。やっちゃいます。いただきます。柔らかそうですね。こう照りのついたタレが非常に絡まってます。いただきます。ちょっと完成前にちょっと酒だけ変えていいですかね。これね、銀白のハイボールだろこれ。絶対にもう一口いかせていただいていいですか。タレ拭ってくださいね。これだよ。こっさうまいです。火の通りもね、非常によくできてて、鶏の焼けたこの香ばしさ、非常にですね、炭火の焼き鳥を食べてるような、そんな香ばしさがありますよ。焼き方もいいんですけども、非常に美味しい。うん、これめっちゃめちゃうまいわ。この照り焼きって砂糖の量少ないんですよ。砂糖の量は通常の照り焼きよりすごく少ないです。これは控えめの砂糖のタレがうまいんだ。日本っていろんな料理に砂糖を使うじゃないですか。これなんでかっていうと、日本って食後にデザート食べる習慣がそんなにないんですね。だから糖分を料理で摂取するっていう文化が発達したんですよね。それを踏まえると、甘くした方が良かったりもするんですけども、僕はですね、その一品として食べるんだったらこれぐらいの甘さがいいかなっていうふうに思うんですね。これ大当たりですね。うん、最高。
この量に関してはハイボールじゃなくて中ハイですね。それか焼酎、水割りとかでもいいと思います。これが非常に、このやり方で一回やってみてほしいな。至高シリーズはね、本当にうますぎる。めちゃめちゃおすすめです。一品でもおかずになります。なのでぜひぜひやってみてください。間違いないじゃない、てりやきって。どうですか哲也君、てりやきに対しては。てりやき大好きです。てりやき大好きっすか。そうですか。なんか最近そのスタッフとの絡みも入れてほしいっていう声もあるので、スタッフにも振っていきます。はい、カメラマンさんと仲いいみたいな感じで言ってるんですけど、結構コメントとかでもあるんですけども、うちのカメラマンは全員友達でやってるので2人いるんですよ、カメラマン。仲はめちゃめちゃいいです。